こんばんは。今日は2月の、7日、9時21分です。はい、今日の動画はね、ヤフーオークションとね、アマゾンで買った中古 DVD の紹介です。ちょっと見にくいかな。はい、こちらですね。まあ、猟奇的な彼女ともっと猟奇の彼女は、まあ、それとして、もっと猟奇的な彼女はあまり面白くなかったですね。引き続いて、デッドフライト。これはもう昔見たんですけども、まあ、今映ってるのね、みんな見たんですけど、久しぶりにちょっと見たくなって、中古で、買ってみたっていう感じですね。あれ？ピントが合わんなぁ。で、ゾーン・オブ・ザ・デッド。これもね、昔レンタルで借りて、書いたんですけどもね、もう一回見たくて、オークションで買いました。引き続きまして、隣ですね、ハウス・オブ・ザ・デッド1と2。これね、有名なカプコンのね、ゲーム、ハウス・オブ・ザ・デッドのリメイク版っつうんかな？実写版です。ところどころね、映像の中に、ハウス・オブ・ザ・デッドのゲームの映像が、何箇所か出てくるとこもあります。一瞬なんだこれはと思ったけどね。ゲームのやつも入れてくるんかと思って、画像に。そう思いながら見てました。今ね、1だけ見て、2はね、今から動画撮り終えたら見ようかなと思ってます。次ね、デイ・オブ・ザ・デッド1と2。これもね、昔 DVD で、レンタルでね、借りて、見て、もう一回見てみようと思って買いました。次ね、サイレントヒルと、サイレントリベレーションかな。今ちょっとブチってもう潰れてますけども、ちょっとこれケースなかったんで、買った時ね、ケースなしの表紙の、ディスクだけです。リベレーション見たかな？ちょっと覚えてないですけどね。一応買ってみました。あとね、エンジェルハート。こちら、昔、DVD の、プレミアムボックス。これ今映ってますけどね。プレミアムボックスの、1から4持ってまして、今ちょっと1ありますけど、ディスクが、本編がありません。で、2、3、4は売っちゃったんで、なんで一巻だけここだけ残ってるかって言うとね、前元ね、会社の上司の人に貸したらね、仮パクされてしまうして、帰ってこなくなりました。なのでね、何年かぶりにエンジェルハート全巻、中古ですけども、これレンタルのやつですね。蔦屋さんのなんかシール貼ってありますね。多分、潰れた蔦屋さんのやつを買い取ったんじゃないかなと思います。全25巻です。で、1ケースの中に4枚、ディスク入っております。やっぱレビュー書いてある人見て、やっぱね、量の顔が毎回毎回ちょっと違いますね、微妙にね。なのでね、久しぶりにちょっと見てみようと思って買いました。あと、明日です、速報。全国放映ですね。劇場版シティハンター、新宿プライベートデイズが、明日公開になります。まあ自分と同年代の方とか、まあそれ以外のね、年代の方、シティハンターが好きな方、まあエンジェルハートも含みますけども、好きな方、ぜひ、見に行ってみてはいかがでしょうか。ポスターとかね、見る限り昔の寮の顔の面影とかちょっとありませんけどね。なんか面白く出来上がってるみたいです。香織がいるってことは、牧村もいるのかどうか そこまではちょっとわかりませんがね。まあ、楽しめる映画じゃないかなと思います。結構ね、20年ぶりに劇場版復活ということでね、
いろんなメディアも取り上げてますけどね。声優もね、当時のそのオリジナルのまま、使ってますね。以前はね、野上紗友子役のね、浅上陽子さん。浅上陽子さん、名前がまた変わりまして、一流斎晴美っていう芸名になりました。なんで変わったかわかりませんけども。浅上陽子っていう名前も、芸名らしいですね。本名、大久保陽子さんらしいです。これはウィキペディアで見ました。なのでね、当時の声優陣なんで、非常に面白いと思います。まあ自分もね、土曜日、歯医者行ってから、それから次の日曜日に、見に行ってみたいと思います。自分ね、モバチケじゃねえわ。ムビチケ買ったのがね、福井県鯖江市のね、どこだっけ。シネマセブンですね。平和堂と、一緒になってる平和堂の敷地内にある映画館。シネマセブン。そちらの方に行って、見てみたいと思います。そちらで、こうたんで、そちら、ちょっと遠いんですけどね。まあ、なんかグッズかなんかあったら、買ってこようかなと思います。その時はね、また動画上げたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。皆さんね、これからシティハンター見れる方、昔から見ていて、面白かったんで、もう一回見てみたいという方、なんじゃこれ。ジャッパチェル？まあ昔の感覚で見るとちょっと、まあ顔とかね、リオの顔とか、まあみんな全員キャラクターの顔がちょっと違うかもしれません。まあ相変わらずね、運動図だけは変わらないと思います。はい、あとね、明日、ZIP でも、シティハンターのアニメが、ちょっとショートアニメですけども、54秒かな。で放送されるみたいです。なのでね、先ほど予約入れました。ZIP、6時25分放送予定ですね。ショートアニメやってるの知ってますかね。だいたいその時間ぐらいから。前はなんかガッチャマンとかなんかいろいろコラボしてやってたの。それが今度は多分明日限定、1日で限定だと思います。シティハンタースペシャルみたいな、スペシャルっておかしいけどね、バージョンね。始末屋っていうタイトルやったかな、確か。なので、いいんじゃないかなと思います。面白いと思います。なかなか、コラボってないですよね。ZIP のね、そのアニメで。では、今日の動画はね、中古で買った DVD 紹介と、あとは明日公開のシティハンター、劇場版シティハンター、新宿プライベートデイズと、明日朝ね、ZIP6 時25分頃放送予定、ショートアニメ、シティハンターコラボですね。タイトルは始末屋だったと思います。ぜひご覧ください。以上、ご視聴ありがとうございました。